の神七福神を人間界に送られた。弁財天、恵比寿、福禄寺、毘沙門天、大黒天、布袋尊、寿老尊、よろしくお願いします。稽古よろしくお願いします。よし、それじゃあ稽古を始めるぞ。お疲れ様。
疲れさ。ありがとうございました。ビョンビョン持ち上がる、ビョンビョンビョン風になる、みゆまにまたがれ山越えの越え、進め僕らの正義の剣士、嵐に負けずに突っ走れ。ただいま参上。さあ今日も稽古を始めるよ。さあ位置について、まずは組手から。よろしくお願いします。では、はじめ。特別組で始め。よろしくお願いします。どうでしたか今の子供たちのこの立ち回り。見ていてまるで踊りだ。全く気迫が感じ取れない。あの天平さん、あのお言葉を返すようで申し訳ありませんけれども、子供にそこまで要求するのは酷だと思いますけど。立花さん、私もそう思います。天平さん、私も子供たちに刀を持たせるのは反対です。でも刀を持つことで心が磨されるんです。子供たちには刀よりも心を強くしてほしいんです。いや、たとえ子供であっても刀を抜いた以上、命がけだということを意識し、もっと真剣に取り組まねばならない。父上。うん？そうでしょ。いや、二人ともよく言ったよ。うん、立花、そして上田、お前たちの言う通りだよ。子供はだな。天平、お前も子供の時は自由に振る舞ってやってたじゃないか。あの様見てて楽しく、ね、楽しんでるよ。子供はね、子供らしく、それでいいんだ。分かったか。子供らしくな。そうですよね、お父様の言う通りです。そうかもしれません。分かったんだったらそれでいい。はいはい、
ここでカットです。ありがとうございました。それではですね、まず行くぞ。用意ができてからやります。行きます。サムライ天馬天平ただいまサムライ。はい、またまたやってまいりました。はい、侍天馬天平ただいま参上。おはようございます、こんにちは、あそしてこんばんは。まあね、インターネット番組ですから、もうこれ国際的なもんで、どこが朝でどこがお昼で分かりませんので、この、おはようございます、そして、こんにちは、こんばんはと、こういう感じでやっております。私、この番組の総合プロデュース、そしてただいま、総合司会、および、まあ、演出すべてを、やっております、あまして、こうやって出演までしております、映画監督を本業としております山崎勇と申します。今日はですね、2時間たっぷり頑張りますので、よろしくお願いいたします。そしてアシスタントをさせていただいております前ひろこでございます。この番組はユーストリームで生配信されております。どうぞ皆さんチャットにも参加してくださいね。そしてその後 YouTube にも貼りますので、お好きな時にチェックしてみてください。よろしくお願いします。それからずっともうレギュラーで、はい、もうね、子供たちの指導から全てやってくれてる、はい、まあ、仲間になってくれた毛利真子さん、はい、まあ大丈夫ですか。いや大丈夫です、はい、はい、あのみかんの里のボランティア公演にこの間の日曜日に行ってきました。そしてまた明日明後日はコロポックルというところで、もう山崎監督の指導のもと、この、南郷ちゃんとそれから凛ちゃん、桜吹雪美少女警視隊という名打ってかっこいい公演いたします。今日も決まってましたね。嬉しいです。それでですね、私の誕生バースデーと、おさんびきのおばちゃんベガの制作登場記念会というのが27日練馬で行われます。場所は歌手というところなんですけれども、また後で案内されると思います。まだお席ちょっとありますから、ぜひぜひこれを見た方いらしてくださいませ。すみません、ありがとうございます。会費いくらだっけ。3500円です。あ、ほんと、はい、3500円で何飲み食いできるの。はい、安いね。安いですね、はい、じゃあ皆さん、ねえねえ、見てる人も、はい、ぜひね、もう練馬の駅から5分だから、はい、カジュっていうそういうお店ですよね。お邪魔したことありますけど、とっても素敵な店です。そうですね、綺麗で、うん、真っ白でね、素敵なところです、ね、というところで、はい、次の方のご紹介をまだまだ、はい、主役をやった、はい、天平役をやらせていただきました、普段は歌手をさせていただいております、レギュラーでお邪魔しておりますが、今後ともよろしくお願いします。司ひかると申します。名前のごとく本当に光ってる。そうですね、ありがとうございます。もうね、はい、天馬天平本当に作るつもりだから頼むね、新天馬天平、ね、いや、よろしくお願いします。ぜひとももう譲ります。もうおじいさんになりました。大役なんでね、ちょっとドキドキですよ。はい、それじゃあ、はい、山さん、もうちょっとカメラの方に、天平の母親役をやっております、三山礼美です。お母さん。それで後でね、一覧のね、ホタルでも、まあ、お母さんちょろっと出てもらう感じですね。まあ、そんなところで、こんな感じでやっておりまして、実はね、この間21日にね、老人ホームへ慰問に行ってきました。どんなことしてきたかっていうのは、今これからね、DVD 見せますので、それをご覧ください。楽しみですね。それじゃあ、DVD、ご覧ください。どうぞ。
皆さんこんにちは。こんにちは。清瀬から参りましたグローシッパアカデミーです。清瀬では演劇を指導したり朗読を指導したりをしております。今日はですね、盾ですね、盾のパフォーマンス、まあ子どもたちのチャンバラのようなものなんですけれども、それと私の朗読、木下順次のおもんとおた、そしてスウェーデン演劇なんですが、長靴下のピッピのこの3本をご覧いただきたいと思います。ではまずですね、私たちのグローシッパの生徒さんによる盾の前に盾指導をしていただきました山崎勲監督、映画監督なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。天馬天平というフジテレビ開局の記念番組に、もう、50年ぐらい前ですかね、その時の主役をなさった方です。その方の盾をまずちょっと見ていただきまして、それから、生徒さんたちによる盾の基本ですけど、それをご覧いただきます。では先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さん、お元気ですか。元気です。もうちょっと大きい声で。元気です。 OK。 僕も今、年は73歳です。うわー、見えません。私が、映画界、まあテレビの主演をしたのは16歳、もうね、かれこれ53年経ってますね、約、57年だね、経ってます。昔は本当に大スターの経験もしています。でも今こうして元気に、まだ盾を教えたり映画を作ったりしています。先ほどのブローシッパーの毛利真子さんが主演の映画も今撮ってますね。もうそれもまあ後で宣伝するかもしれませんが、まず盾、私が16歳の時にずっと1年間52本主演を務めた、そのまあことで、その経験で盾一度披露します。盾というのはまずですね、心を磨くことなんですよ。強くなることじゃなくて、それとあと映画とかっていうのはやはりかっこよく見せなきゃいけないんですね。というのは主演は一番かっこいい状態でやらなくちゃいけなくて、でも主演だけがかっこよくても着られる人がうまくなかってはいけないんですね。盾というのはそういうものなんです。着られる人もうまくないといけないという、まあそういう、まあ盾っていうのは深い、ものです。まず構え方からちょっと教えますが、構える前に刀っていうのはちゃんとここに鐔がついてますね。だから鐔を抜刀っていうのはですね、鐔をまず切るわけですね。これを小縁を切るって言うんですけど、まず小縁を一旦キュッと切っといて、そしてその時にこう抜刀するんです。これは実はジェラルミンで作ってある本身に近い、本当に切れるやつに近い状態で作ってる作ってある模造刀です。子供たちはもう本当にちゃんと本当におもちゃのね、刀でやります。なぜなら盾はね、やはり怪我をします。ましてこんな鋭いでしょ、これね、本当に人を突き刺すこともできるんですこれ。だから僕みたいな経験のある人間はまずこういうものはもちろん使いますね。まあそういうところで今私抜刀っていうのでこう抜きましたね。抜いて最初は正眼の構え、相手を睨みつけて相手の喉仏を狙ってぐーっと突き刺さるような構えをします。そして今度これを刀にしまわなきゃいけないですね。ここにこう収めなきゃいけないですね。だからそのことを
治める刀と書いて納刀と言います。納刀で、納刀をする前に一回相手を切ったから血がここについてるんですよ。血がついてる。それをバッと振り払って、これをしぶりと言います。払って、そして納刀するときにちゃんとかっこよくね、本当はね、こう見ないでこう収める。みんなこうやって見ちゃうんですけど、見ないで収める。そして納刀する。もしかかってくるのか、ふっ、おまず突き、あー、次は払い、おお。それからですね、これは無双っていう構えですね。無双、今右にしてますから右無双、今度は左にやります。これを左無双ですね。それから上段の構え、腰を低くして上段の構え、そして振り下ろすときはズラッとこういうふうに振り下ろす。まあそのぐらいにしておきまして、ちびっ子たちのですね、本当に可愛いですけど、もうね、このちびっ子たちが一生懸命やってる姿を見ててね、もうどん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 僕はね、若いでしょ、今若返ってます。そういうことです。それじゃあ、15分ぐらいかな、お楽しみください。ありがとうございます。2
盾パフォーマンス基本編ですけれども終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私たちブローシッパの演劇教室ではこの2月から山崎勇監督の盾の指導をしていただき、そしてこの間の21日ですけれども、みかんの里の老人ホームで慰問ということでボランティア講演をしてきました。先生どうもありがとうございました。いやでもすごいね、老人の方たちも拍手くれたりも、はいね、喜んでいただきましたね。かなり受けてたね、はい、それで本人がすごい間一発ね、はい、帰ってきて、なもちゃん、じゃあなんて言った？あの時、はい、いかがでしたか？どうでした？感想、老人ホーム、老人ホームの感想は、あれ本当にみんなが喜んでくれて、つまんなさそうにしてる人は全然いなくて、もう本当に楽しくてすごかった。ねえ、自分としてもうまくできました。そうだね。でちょっと自己紹介でちゃんとね、はい、じゃありんちゃん感想で、名前とあれして本はいいね、はい、まず名前と全部は、りんちゃんだけで、はい、りんです。老人ホームの時に老人の方が天馬天平を知ってる方がすごく多くてびっくりしました。それは同じ年齢の人が多かったからもうね、それこそこれがそうだからね、このポスターあるでしょ、これ僕16歳ですよ、自分で言うのおかしいけどイケメンでしょ今57年目でこの顔になりました、おじいちゃんですでもね楽しく やってくれたね。でもまだこれからだよ、ほらね、コロボックルであるし、そうオッケー。りんちゃんです。はい。なごちゃんも自己紹介。なごちゃんでね。はい、なごみです。小学何年生になるんだっけ？4月から4年生になります。あ、小学4年生か。すごいね。それで演技力もあるしね。その後のね、ピッピも主役だったしね。そうですね。前ひろこさんと宮丸恵美さんのダイアナを聞いてて、私たちも歌歌いたいなんてさっき言ってました。あ、本当に、はい、リハーサルで、はい。今度は、ね、やろうやろう。はい、27日はコロポックルです。ね、うん、コロポックルといって、清瀬の児童館ホールがあるんですが、そこの何でも発表会というところに参加します。11時20分から20分の盾パフォーマンスですけれども、桜吹雪美少女剣士隊ということでやります。かっこいいよな。山崎勇監督も出演していただきます、はい、ぜひいらしてくださいということで、まだもう一つだけ宣伝させてください。そうそう、私たちっていうか山崎勇監督の総合プロデュース、そして、映画監督のもと3匹のおばちゃんデカ、とっても好評に撮影がまだ今進んでおります。それで、制作途上、エンド主演女優毛利真子、なんかすごいんですけど毛利真子のバースデー、祝賀会ということで3月27日午後15時半会場、16時、開始ということで、ささやかなパーティーを始めます。会費は3500円です。それでですね、場所は練馬です。大江戸線、もしくは西武池袋線で練馬の駅を下車してください。南口です。南口を出まして、歌手ですね。歌手というお店です。練馬区役所の斜め前、そして紳士服の青山の裏側だそうです。まだお席若干残っておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい。はい、まあね、これはちょっとイントロで、まあ、こういうふうにやりましたんで、ちょっと見て、お見せして、それでまあ、応援よろしくっていう感じで、まだね、本格的な上映会及び、もう本編ちゃんと出来上がってからね、何百人入るホールでね、やる予定ですので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それで、その時にちょっとほら、はい、今日はちょっと特別にね、存在感あるんで、で、僕のほら、プロダクションにも所属したんでね。したんですか、僕。したん。まだほら、はい、なかなか契約書を持ってきて、契約、もう、するけどね、ちょっと、はい、もう、つらいです。普段お笑い芸人やっております。かなり読んでるんだから、もう。トンプクと申します。悪役として。はい。はい、まだ撮影あるしね、28日も。そうですね。頼むよ。はい、よろしくお願いします。絡みますね。
トンポクさんで絡むって、まあそうね、ちょっといろいろありますね。まだあまり言わない方が、内容は絶対言う、ね、ネタバレになってもらえちゃう、はい、で、3人ちょっともう一回、はい、改めてちゃんと、はい、3匹の、はい、あの、どうぞ。これからですね、後半ですけれども、すごいシーンがこれから撮られるということでドキドキしております。北条真子をやります毛利真子です。だんだん北条真子的なライフ生活になってきたかなと思います。ちょっと激しい女になってきましたよなんて。真子さん僕が編集してるところを時々ペラッと覗いてものすごいもうなんか驚いたような顔ばっかりしてたね。そうですね、内容ったらあかんよ、内容ったら。なんか私ね、アンジュリーナ・ジュリーなんですか、それをに目指してちょっと頑張ろうかなと思っております。はい、楽しみにしてください。そして、はい、2匹目のデカでございます。沢ひろみ役の前ひろこです。よろしくお願いいたします。私の役どころはですね、おっちょこちょい担当なのでどんな沢ひろみになるか、どうぞ皆さんお楽しみにしててくださいね。はい、そして、はい、3匹目ですけれども、私本庄レイミという役で、元女役と呼ぶんですか、それが刑事になるという感じですので、よろしくお願いいたします。それでは、みんな、ね、ありがとうね。はい、ありがとうございました。じゃあ、次がね、はい、大変な方をゲストに呼んでるんですが、その前にね、そうなんです。あなたの、ね、はい、この頃ね、文豪ばっかり、ちょっと、文豪ばっかり、こう、文豪づいてるんですよね。はい、今日は、はい、どんなところに行ったのか、どうぞ皆様、VTR をご覧ください。今日の日本探訪はここ東京の三鷹市にあります太宰治と森鴎外のお墓のある善林寺に来ています。森鴎外さんの記念碑です。ここが森鴎外の記念碑です。
皆さん、朗読の時間がやってまいりました。今月の山崎実春詩集の中から森の底を朗読させていただきたいと思います。森の底、山崎実春。1936年1月、僕は森の底をボロ靴を引きずり歩いていた。ザクロのように赤い疲れた足で、北風は無数の針を途切って僕の痩せほうけた頬を刺し、せせらぎの音をかき乱していた。僕は田舎者の風体で古ぼけた壁のような胸を反り返って歩いた。なんだか僕の胸の中に傷だらけになったいくつかの骨がつかえてくるようで仕方がなかった。花、山崎実春。ここは私アカペラで歌います。岩で気づいた石垣に咲く花よ、家には植える土は生ける部屋はない、土手の上には時に赤いトゲバラがしだれかかり、京竹刀が咲き乱れるけれど手は届かない、しめっぽいあたりで己自身が花となり、住みかを背負って石垣を這いずり回る愛嬌者はお前だけだ生きた花カタツムリ。1954年6月。今日はですね、特別ゲストといたしまして、まあ、実はもう大変な方をね、ちょっとお招きしたんですよ。普通このネットテレビに出てくださる方は本当に大変な方なんで、ね、そうですよね。まず、はい、それじゃあ、ご挨拶してもらおうかな。はい。はい、じゃ先生、よろしくお願いします。はい。じゃご挨拶、お名前と。和歌山俊文です。はい。よろしくお願いいたします。和歌山俊文さん、はい、ネットで検索すれば、はい、もうすごい方ってすぐわかりますよ。はい、ね。若に山。そして、都市は、利用の利、それから文、それで検索してくださるといいと思う。で、今ね、まこさんがこんな格好してますけどね、実はちょっと体験、どういうことを体験しているのかも、それじゃあ、和歌山先生に、ね、先生にちょっと。じゃあお伺いしてみましょうか。うん、今、はい、まこさんがこの鼻にチューブをつけているんですけれども、これは今何をしているところなんでしょうか。これは水を電気分解しましたね、はい、この小さな装置で水を酸素と水素に分けて、はい、でその混合気体を今吸っていただいてるんです。はで体の中でエネルギーがどんどんできます。はそうなんですね。今水素がブームといいますか、なっていますが、それと同じものということでよろしいんでしょうか。水素というのは太陽も星もすべて水素でできていて、はい、で私たちの体の約 63% が水素でできているんですね、はい、じゃあそれもっともっと増やすことで元気になるということなんですかね。その通りです、はい、水素を体に入れることで免疫力がずっと上がって、はい、どんな疾病病気にも自分の持っている自然治癒力を高めることで病気にならない、動かなくなっても自分自身で治せる。
そうですね。じゃあ、病気に打ち勝つ強い体を作るためにより良い水素を取るということなんです。そうですね。はい、先生、それでね、実は僕ね、少し体験させていただいたんですよ。それ、うん、そうするとね、この吸入する前に、この水素を体に入れる前に、どこが悪いかっていうのを、あれはロシアのソフトかなんかで、パソコンでグッとつないでね、それで僕悪いとこが、やっぱり、どこが悪いみたいな、すぐ分かるやつがあったんですよね。それがあって初めて、でもそれが全部消えちゃうんですよね、これで。ロシアの科学アカデミーですね。はい。宇宙飛行士の健康管理のために、はい、耳から超音波を入れて、はい、体のすべての臓器、脳から心臓、肝臓、腎臓、すべての、はい、私たちの体のその臓器の状態をさーっと見ることができるんですね。耳から超音波を入れるだけで体の様子がわかるんですか？すごい時代になりましたね。だいたい超音波というのは耳に聞こえないんですけど、はい、ボールを壁にぶつけて、はい、壁が硬ければ早く返ってくる、はい、柔らかければゆっくり返ってくる、はい、音というボールを体の臓器に当てて、はい、返ってくる速さをコンピューターで解析すると、はい、心臓、腎臓、例えば動脈が硬くなったり、はい、肝硬変だとか、はい、脳も全ての臓器が分かるんです。素晴らしいですね。それを使って、はい、その装置を使って、はい、水素が体に入った時に、はい、その水素を入れる前と後のビフォーとアフターの差は歴然と分かるということで、水素の力は今本当に医学の世界では、はい、いよいよ水素の時代になってきたと。この水素の実は元祖であられるんですよね。水素の研究なさって。7年前に水素に気づきまして、はい、で、このどんどん、はい、病気になって病院に行ってもなかなか治らない。はいはい、で、薬で病気は治らない。はい、とにかく私たちの体を作っている臓器、うん、臓器を作っている細胞レベルで、はい、これは水素がエネルギーを作るということが分かってきました。ああ、そうですか。そうですね。薬っていうのは副作用もありますもんね。それよりも自然界の中にあるもので自分の治癒力を高めていくってすごく理にかなった方法だと思いますね。それで、はい、病院の院長さんとか、病院の人たちもなんか使ってるんですか？たくさんの病院でですね、はい、まあ病院というのは、はい、病人を治すのが目的でありながら、はい、実際にはなかなか治せない、はい、ですから自分でクリニックをやったり、はい、研究しているドクターたちが、うん、いよいよ水素の持っている潜在的な、はい、その免疫力、これに気がついて今本当に水素の時代になってきました。水素というのは燃料電池のようにエネルギーとして使うんですね。しかし、はい、実はその水素は私たちの体の持っている生態の機能、はい、能力、自然治癒力を高めてください。本当に高めてくれることに今気がついてますね。そう、水素ってすごいですね。今車もね、水素で走るっていう時代ですし、やっぱり人間も自然のものなので、自然にできているものをこう体の中に入れるっていうのは本当に素晴らしいことですもんね。人間もそうです、はい、もちろん犬も、はい、牛や鳥や豚、はい、全て細胞でできている生き物、はい、植物も、そうですね、全て水素で劇的に、はい、変わるんですね。活性化して元気になります。あ、そうですか。ちょっと病気のことだけでなくて、水素はお肌にもいいし、ごめんなさい、女性なのでね、やっぱりお肌とか若返りとかすごく興味があるんですけれども、そういうのにもなんか、肌も全て細胞でできてる、はい、細胞っていうのは最初1個は、はい、受精卵がどんどん増えて、はい、次々と生まれて、はい、そしてどんどん細胞が増えていく、はい、1個ずつの細胞の中にはミトコンドリアという発電機がある、はい、あ、発電機に水素を入れることによってどんどんパワーが出る。あ、なので、それでね、それでね、はい、ここにこういう5本出されましたよね。そしてもちろんまあ薬事法にね、はい、まあ引っかかるといけないんで、ここに書いてあるの、はい、病に勝つ体を作る、病に勝つと、それからマイナス水素イオンのその効力、はい、そういうパワー、はい、マイナス水素イオン、このマイナス水素イオンを要するに発見されたわけですか？
マイナス37っていうのはもうあの宇宙の歴史とともにあったんです。それを実はマイナス37がないと、はい、ずっと最近まで思ってたんです、はい、でマイナスというのは電子を余計に持っている、はい、プラスというのは電子に逃げられた、はい、ですから電子を2個持った水素を体に入れることによって、はい、私たちの命というのは実は電子、電流で生きているんです。それで そういう効果がある、はい、それでこのね、はい、装置自体、はい、まあ実はもう具体的にね、お値段いくらなんですかって、まあ、聞いたんですよ、はい、実はなんか27万いくらということが出てるんですけど、これは こんな素晴らしい装置なのにそんな安い値段で大丈夫なんですかね。今まではだいたい100万とか200万したんでしょうね。それを買えない。そうすると、うん、この装置を家に、なるほど、家族、それからお年寄り、すべての私たちの命を支えている、すごいものですね。することが分かって、そうですね、はい、先生そこで、うん、まこさん僕にね言ってたのよ、常になんかあの水素がね監督いいらしいのよ、水素水素水素に会いたいな、なんでって言って、いや私ね水素でなんかね逆にビジネスもできるんじゃないかなって。この方ね、やっぱり20年もね、劇団主催してた人でね、やっぱりその、やっぱり、なんかこう、事業欲もあるみたい。それでね、だったらということで、あの、サロンをということでね、具体的に話が進みそうなんですけれども。そうですね、私、あの、水素の、ね、水素の、ちょっと今、マコさんにそれじゃどうぞ。はい。水素の水っていうのがすごく興味があって、まず、水素水っていうのから、あの興味があって、それであのさっき舞さんがおっしゃったようにあの美容にすごくいいとか、はい、それであの紹介してもらって、まず水素をこうやってあの1時間吸ったんですよ、はい、でそれからあのお肌をチェックをしてもらったり、それから私も内臓とか全部チェックしてもらったんですけれども、はい、あの少し丸いと黒、一番丸いと黒なんですけど、良くなると黄色とか白になるんですけれど、はい、さっき先生がおっしゃってたように、はい、私は1時間吸ったと見てもらったら、それが白とか黄色、一番いい色にダーッと変わったんですか。びっくりしました。水素ってすごいですね。はい。シミとかも取れるんです、はい。あら、まあそれは女性に嬉しいですよね。水素パックっていうのはあるそうで、はいはい、それをするとシミとかシワもなくなるんですって。アンチエイジングにもいい。ね、じゃあ一家に一台あると、もう家族中が使えて健康にもなって美しくもなれてって言ったら。病院代とか考えると、この二十何万っていうのはお得かもしれないですね。だからね、はい、早速もう成立しそうなんですよね、サロンやるのね。だから、まあ、この番組終わったら、後でちょっとゆっくりと、はい、まあ、あまり時間はないんですけども、日を改めて。世の中でどんどん飲まれてますけど、はい、水素水で健康になろうと思ったら、1日50リッターも100リッターも飲まないといけない。あ、なるほど。これを1時間すると、うん、水素水ではなくて水素そのものが入ってるもの180リッター分の水素を取れる。まこさん、そういえばあのこの前お会いした時よりも色が白くなってお肌の透明感が、その他はい、今日和歌山先生にお会いした時も、はい、あ、ちょっとこの間よりは、はい、あ、じゃあまこさんサロンを開いたら私もぜひ、ね、参加させてください。はい、あ、そうですか。どういうふうにやっぱりこうそういうふうな感じになるの？脳がやっぱりすごくいつもよりも、はあ、活発に動き出したって感じがするんですよ。血流が増えます。体温が上がるんです。水素を体に入れますと、私たちの体を作っている自律神経のうちの副交感神経が優位になるので血管が開く、はい、で血流が良くなって体中の臓器に十分な酸素と水素が必要、はい、なるほどね、素晴らしい、ね、唾液がちょっと変わってきたんです、ね、あ、そうなんですか、はい、唾液がなんか甘い唾液が出てくるって感じで、この間も1時間吸った後のお昼、ちょうどお昼のランチタイムの時間だったんですけど、はい、もうすごく美味しかったです。そうですか、食欲が増していいですね。ご本に認知症にもっていうのが書かれてるんですけれども、やっぱり
今高齢化社会になってそういう問題もそういうお母様お父様を抱えて仕事ができないっていう若い方たちもいっぱいいらっしゃるじゃないですか。なので本人だけではなく家族の人たちも幸せになるし、水素って本当に素晴らしいものですね。まあだいたい今日本の医療費が年間40兆円、はい、40兆円というのは国の予算50兆円とほぼ同じぐらいなんです、はい、で実際日本の国はもう破綻してるんです、財政的に、はい、年間10兆円ぐらい節約すると簡単できる、病気にならなくてもいい。そうなんですよね。私たちができる最大の社会貢献は、ね、病気をしない、はい、家族や、はい、隣人を病気にさせない、そういうことも言えるんだ。そうですね先生。それとね、なんか他国でね、スリランカがどうのこのともおっしゃってましたね。それもちょっとお話を、実はスリランカはですね、はい、山の上の方に紅茶畑があるんですね。それはみんな農薬有名ですもんね、紅茶ですから、はい、地下水が汚れて、スリランカはおそらく世界で一番病人が多いで、肝臓と腎臓がやられてしまうので、うん、ものすごい勢いで糖尿病とアルツハイマーが、それを水素をどんどん取ることで、まず病気から自分の体を守れるだけではなくて、無農薬有機栽培を実は水素の水を使って植物をどんどん成長させることができることがある。スリランカから依頼してどんどんやってきて、自分の国を守る、国民を守るには、この新しいテクノロジーがなければ、もう今までの医学や農業に農薬や化学肥料に頼ってたら国が潰れると、そうですね、アジアの国々からたくさん被害が来た。そうすると先生、救世主ですね。そうですね、水っていうのは本当に人間の体になくてはならないものなので、それがもう汚染されていたら何を食べても何を飲んでもって体にいいわけないですもんね。やっぱり水がきれいっていうのが一番だと思います。だから体の中で病気をこう被害になるのはほとんど、はい、ヒドロキシラジカルという活性酸、はい、活性酸素水素は無害な水に変えてくる、はい、でも活性酸素を抑えるだけでは病気は治らない、はい、病気を引き金を止めるけれども、傷んだ細胞、肝臓腎臓血液の血管すべて、臓器というのは細胞でできてますから、はい、傷んだ細胞を修復しなければ病気は治らない、はい、ですから修復するエネルギーを水素があらゆる細胞に与える、命の根源は実は水素だった。なるほど。そういうことなんだよね、はい、認知症、そしてがん、はい、糖尿病、うん、高血圧、はい、心臓病などに勝つんですよ。勝つんですよね。勝つ、自分の体が勝つってことですよね。水素を入れることによってですよね。水素を入れることで、何人というドクターたちと一緒に臨床で、はい、臨床的に病人をね、はい、クリニックで直しながらそのデータを全部集めて、うん、それで発表してる。ね、先生ね、はい、年聞いたんですよ、はい、やっぱりもちろん僕より年上、え、年上ですよ。でも、いやでも若若いです、ね、声も若いし態度が若いし、もう全てに関して若いですもんね。先生おいくつなんでしょうか。証明してますよ。だから70、間もなく77歳になります。セブンセブン、そうです、素晴らしい。睡眠時間は1日だいたい4時間から5時間、毎日いくら酒飲んでも肝機能がものすごくいいので、酒に酔わない。自分によって、自分によって。それとなんか、ま、うん、酒に酔う暇がない、うん、それとね、素晴らしい。お孫さん、はい、すっごい可愛い、ハーフなんですよね。はい、フランス系のハーフが孫なんですけど、うん、この子が2歳半で白血病になりました。あら、それをそれ、パリに飛んでパリ大学の先生と議論をしましてね、はい、治せないって言うんで、よし、じゃあ自分で治そうと、はい、日本に連れてきて、はい、で孫のために特殊の水素トローチを作ってどんどん伸ばして、はい、今ピカピカの中学生になりました。そうですか。だからまあはっきり言うとこれ魔法のあれですね、はい、この水、ただね、こういうふうにやっぱり急、こういうふうに注入って言うんですか、吸入はしなくちゃいけないんですね、これは。サプリメントで、うん、つまり、水素水がありますね。はい。水素水、例えば100リッターをずーっと濃縮して、水素だけやると、カプセルになります。はい。で、カプセルを1日2つか3つ飲むだけで、自分の健康をきちんと維持できる。あ、カプセル、はい。それは病気、運悪く病気になっていたら、つまり、
病気というのは臓器の借金なんですよ、はい、1000万円借金してる人に100円やってもダメなんですよ、はい、1000万円借金してたら毎日100万円ずつやったら床で返せる。つまり体に入れる水素の量と、はい、それから得られる効果は比例してる。そのことを誰も分かんなかった。世界中の日本中の30万人でしたらもう全く気がつかない。じゃあ多く入れれば入れるほどいいっていうことですよね。水素はたくさん入ってるものが鮮度がいい。野菜でも肉でも、うん、水素が逃げて酸素に置き換わられると酸化したり劣化したり、うん、なるほど、はい、っていうことはもう取りすぎるってことはありえないってことですね、はい、じゃあどん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 もう湯水のごとく入れていっても構わない。美しい人は自分の肌にね、はい、肌は全部細胞ですから、うん、1個の細胞にミトコンドリアが1000個もある、はい、それに水素全部入れて、だから肌がどん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 、あら肌がマコさん だからね、僕はお邪魔した時ね、はい、会社へ入った途端ね、もうその雰囲気でね、もうやっぱりもう従業員の方もパッと迎え入れる時のそのなんていうのが笑顔とか、もう雰囲気がもう全然ね、あ、まあこんなこと言ってあれなんですけど、すごい儲かってる会社になっていや儲かってるという、あの要するにいろんな意味で、あのなんかそういうね、ですから正直言って、あのまあ、あの3階におられまして、2階もや、ね、サロンみたいにして、そこに押し寄せて今来てるんですもんね、みんな。サロンやりたいとか、いろんな人が。みんな相談に来ます。ね。だから本当、あの、ね、ますますもうこれからね、あの、大変なことになりますね。いや、まさに水素の時代ですね。そうですね。エネルギーだけだと思って。生命に対して水素は一番力持ってたんですね。秘書みたいな、あ、秘書の方ですよね。あの方も、でもすごくいいし、ね。で、全部やってくださって、やっぱりかなり知識も豊富だしね。で、またお綺麗な方ですね。あの方もなんか、こういう肌のことをやってたような。はい、10年、ロシアから、入れた、その、宇宙飛行士の健康を管理する、コンピューターを10年やってまして、でそれで肝臓でも腎臓でも血液でも脳でも全てパッと見える。で水素を30分吸う、1時間吸ってどのぐらいそれぞれの動きが変わるかってことはパッと見える、数値で出てくる。すごいですね。でもやっぱりね、どんなに長生きしてもですよ、どんなにお金を持っててもやっぱり健康には変えられないですものね。健康が本当に一番の宝だと思いますよ。僕もね、映画作りたいって言ってもね、うん、これもう動けへんかったら飽きまへんやん。もう元気で長生きっていうのが一番ね、この世の財産ですよね、うんうん、今こうしててもだんだんそういうなんか感じわかるの？こう。そうですね、ちょっと話してみてもちょっと、はい、気持ちも本当に穏やかになりますし、うん、まあ、頭がとってもすっきりしてるし冴えてるっていうのもさっき言った通りなんですけど、なんかやっぱりエネルギーが違いますね、うん、はい、血管拡張。もうじゃあサロンはやる気満々どんどんね、美しい人をね、あのやりたいね、あと健康な方たちに紹介していきたい、ね、うん、あとはまた時間とって、ね、あの和歌山さんとバンバンこうやってくださいよ、はい、ね、和歌山さん、ね、大丈夫ですよね。でましてさ、はい、こう綺麗な人がやった方がいいでしょ。そうそうそう、まして自分の肌もツルツルの人がね。でも本当に健康になれますけど、ですね、水素を普及すると、うん、本当に実は医療機関や製薬会社困るんですよ。あ、そうです、病人がいなくなっちゃうんですもの、はい、ですからこれは私たちが自分で、ね、うん、病気にならない、はい、大変なことだね、これは。自分の内側で免疫力を高めて、うん、それが日本を進む道になる、はい、そうですね、そうですね、みんなの力でというか、これを普及させることで、はい、日本から病人がいなくしたら、はい、素晴らしいです。医者の40兆円の半分になる、はい、うん、消費上げなくても大丈夫、大丈夫。なるほど。で、またね、製薬会社の方たちは別の分野でいろいろ開発してくださったりとかね、別の方でまたその能力を生かしていただければいいわけですしね。でもね、ちょっとね、不思議って言ったらおかしいけど、元祖であられて、はいはい、でもやっぱり他から真似てやってるところあるんですけど、はいはい、あの、
和歌山産のマイナスイオンと水素イオンとなんか他他社でやってるのは、はい、やっぱりあれはどういうふうに誰でもできるわけではないんでしょ。水素という元素は、うん、今から137億年前にビッグバンで宇宙ができた時にできたんです、はい、で水素がいくつか重なってヘリウムになったりリチウムになったり酸素になったり窒素になって一番大きなものはウラニウムなんです。そのウランを中性子をぶつけるとバラバラっと雪だるまが崩れるみたいに、うん、あのストロンチウムになったりセシウムになったりするんです、うん、全ての物質の大元が水素なんです。でこの水素は人が作れるものではなくて水素は酸素と結婚して水になる、はい、炭素と一緒になって燃料になる、はい、それからタンパク質や炭水化物全ての物質の元の元素は水素、うん、根源ですね。太陽そのものがだいたい 99% 水素、水素、はい、命私たち の、 その生命もね全て水素のエネルギーを使って、はい、ミトコンドリアの中で物質を作って生きてる、はい、その元々ある水素をいろいろなこあの形 で取りやすくしたのを作ったのが和歌山さんということですもんね。いかにその、はい、効率よくね。そして、はい、もう家族はどんなに毎日もう5時間10時間使っても絶対壊れないで、はい、安定して、ね、はい、もう健康を保持できるような装置を開発されたんですよね、はい、だから水素っていうのはもう本当に世の中にあるけれども水素があるだけではどうにもならないと、それを体の中に入れやすくする装置を作ったのが和歌山さんである。そしてこれがその装置であるっていうことですもんね、はい、であとあの飲むこのカプセルっていうのもこの凝縮したものを体に取り入れやすくしたものを作ったっていうのが和歌山さんですよね。はい、わかりました。いや、そうですね、はい、みんなが真似して、とにかく私の書いた論文とかみんなパクって、はい、みんな、あ、そういうことですね、はい、やっぱり実際に研究してる水素サプリメントメーカー一社もありません、はい、何も研究してない、はい、はー、だから臨床的に病人に対してドクターと水素をどんな風に活用するかという研究を気がついたら17年やった。その前に私は45年間医学をやってましたから、はい、だから病気を現代学では治せないってことが分かってきた、はい、それを防いで治すんじゃなくて、はい、病院で治すんじゃなくて自分私たち一人一人が自分の体の中でね、はい、注力でね免疫力、注力を上げることが水素でできるということを分かった、はい、分かりました。今日この本を、はい、そして手に入れようと思ったらどうしたらいいんでしょうか。まずこのこれはあのマイナス、はい、はい、アマゾンで、アマゾンです、あの、はい、でも買えます。これ私の4冊目の本なんです。あ、これで4冊目、アマゾンで購入して、はい、あの、やはりすごい方ですよ、肩書きも。はい、驚くような方でございます。まずね、あの、うん、本を読まれて、納得して、ご自分で体験されて、うん、そして、あの、健康になっていただくのが一番いいかと思いますけどね。いやー、本当に、よく来ていただきました。はい、もう素晴らしい先生に来ていただきまして、ね、はい。僕もね、はい、あの、自分の体をやはりちょっと守らないかんので、そうですね、はい、自分の体は自分で守らないと、ちょっと見てもらったら、はい、ちょっと黒いところもあったんですよ、はい、でも消えますよね、まず水素で早速、はい、それで真子さんもサロンやったら、はい、僕もすぐ通って やりますよ。あの先生、うん、私も通わせていただきます。そして僕先生ないです。先生ないですね。あの、監督、私も通わさせていただいて。やっぱり女性やな。そうですよ。そうですよ。もうこのシミとシワをどうにかね。はい。なくす、はい、うん。ということでございます。じゃあ、先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかもうね。はい。美女に囲まれて興奮してる。それもね、若返りの秘訣なんですよね。僕なんかもうちびちゃんこのぐらい相手にしてるから、もうむちゃくちゃ。若返りましたね。この間老人ホーム行った時、僕と同い年くらいの人たちばっかりやなと思いながら、でも、よし、まだまだ、まだまだ、頑張ったろうと。でも、そういう元気を出すのにもやっぱり、常日頃のやっぱり体の健康管理。ですよね、健康であることこの水素は本当に必要ですね、はい、もう国家感じました。最大の貢献はそうですね、はい、健康にすること、はい、そうですね、それ以外、うん、この日本が、ね、世界で生き残る道はない、そうですね、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。では前君、はい、次の、はい、
コーナー、はい、第3部を、はい、ね、それでは第3部は森ちゃんの歌っていいともでございます。それじゃあ森ちゃんの DVD をどうぞ。どうぞ。